よよウィ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 楽しいってまだ始まったばっかですけどね。やっちゃいますか久々に。そう、ちょっとまだ2人来てないけどやっちゃいますか。やっちゃいましょう。よっクラブパールの、クラブパールのじゃないな、なんでどこから始めますか。パッパルパール、いやいやだね、ほんとウィーウィーウィー大好き、ウィー緑、緑ウィー大好きやん、緑ウィーウィータイガーハートパチパチパチ、イエ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 イ、ウォーウォー、サンキュー、ありがとう。今電話してみるね。やばい、忘れた、ニコ生って、ニコ生忘れた、ニコ生のノリを忘れた、ノリを忘れた、俺レータ待ってたの、ありがとう、俺待ってたよ。やった、メガネ、オムライス、俺好きよ。ここにあったからかけてみた。あ、了解です、待ってます。はい、はい、これ作りやすい、こっち作るよ。あ、もう二人、あと二人、もうすぐ作って、もう作るよ。そう、メガネ久々にしたわ。寂しかったが、久々だからな。寂しくて寂しい、違う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 、違いません。レンダー出てますね。もう、あーが、あーが多くない、あーがカロリーありますよ、タネです、カロリーで。チャンあれでしょ、チャンじゃねえ、チャンあれでしょ。そう、よく見れないか、携帯だとね、ちょっと見づらいかもしれない。確かに言ったらね、スマホで見てんのかな。これさ、今すげえ思った、すげえベタの下に進むんだ、アウトだよ、アウトですね。めっちゃ上げてくれるやん、なんかちょっと、なんで、あれ、あ、分かった、分かった、分かった、アップになった、アップになったよ。おー、寒いな、ここ。ちょっと、もうちょっとさ、そうだ、これさ、もうちょっとさ、前にやればいいんじゃないの。どうも、ジョーミヤタです。あ、いいね、これいい。どうも、ジョーミヤタです。ケロッピーさん、ケロッピーって言われたの久々だわ。髪が、ボサボサだなんて、なんもしてないからですよ。やっぱりちょっとね、久々ですね。4ヶ月ぶりぐらいかな。ほんと、このメンツも久々。ジョーミヤ入って出てるもんな。俺は2 days ぐらいですね。2 days ぶり、久々だわ。ありがとう。はい、取れ、挨拶濃厚です。なっちゃんはね、今日いないの。そう、お休みなんだよ、今日。そう、増えた。髪キモ。ジンちゃんとジョッタン。え、逆なんだよ、ジョッタンとジンちゃん。ジョちゃん、カロリー、すいません。ジョちゃん。俺、そんな、泣くなよ。めっちゃ嬉しいこと言ってくれるやん。あ、すいません。あれ、セリスマさんはね、いません、今日。ハゲてる、ハゲてる。うん、だからメガネ担当やります、今日。ハゲてる、ハゲてる。ハゲてる、誰が。俺、俺、ハゲてる。ハゲてないっすよ。あ、取れない。ハゲかな。確かにカラオケメンバーだね、これね。カラオケする、早っ、歌っちゃうって、ね、早っ、歌っちゃう。そう、あえてカラオケメンバーしてみたら久々だし、ニコ玉も久々じゃん、だって俺ら、パールがちょっとなんか狭くなりましたね。確かに、いや、前に出しただけでいいっすよ。あ、もう調査もし、あれこれカメラもうちょい後ろに下げる方がいいのかな。俺のがちょっと、下がるのがいいっす、テーブルだな。嬉しいよ、幸せなんて言われる。てか、後ろの背景すごいな。ローソン全員取ります、ローソン全員。カラオケ君無料だぜ。じゃあローソン店員さん、乾杯お願いしていいですか。みんな、まあ、お仕事終わりとかね、ストレスとかね、やっぱ嬉しいこといろいろあった一日、はい、締めくくるいっぱいよ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、これローソンのミーティング。そうそう、ローソンミーティング。えい、ローソン風ね。久々みんな、まあ、久々のメンツだもんね、まず。ローソンだわ。そうっすね、ローソン。ジョーがあれだよね、久々だよね、まず。俺久々っすね、めっちゃ。あ、俺ナンバーワン、俺、やってきます、久々に。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、それナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、それ久々に見た、息してるとこ。ナンバーワンの息してるとこ久々に見たわ。確かに、いきなり帰るの、お前。俺、カロリーだろ。あー、
いないなぁ。ちょっとピンポーン、ピンピンポーン。長かったね、2週間。ジンどうした？はい、元気ないじゃん、お前。いや、ちょっと今日仕事で全て使いすぎましたね。ナンバーワン。まあ、うちの店混んでるからね。混んでたから疲れたな、今日は。ヘルプヘルプヘルプ。右はサイバー。逆に？え、ジンがサイバー？いや、多分右。サイバーいねえ、今日、うん。サイバーさんいません、今日。サイバーいないよ。呼んでない。うん、あ、ジンか。あ、めっちゃ面白いじゃん。あって言ってなくていいでしょ。あ、ジンか。ジンかでいいじゃん。あ、ジンか。ひらめいた感じ。イエーイ。そう、ジョーがね、久々すぎてね。確かに。はい、あのまま後ろ行くと、どうかすんだって、この人。なんか、どうせなら部屋めしたかったな。イエーイ。確かに。とか言って。脱力系ジン。そう。二人して部屋飯。リフレッシュリフレッシュ。とりあえずビーチ下していこう。いや、さっきなんかあれさっきなんかジンと言ったんですけど、うん、ダリーとか言ってたんですよ。僕なんかダリーっつってて、言いたくねえわーって言ってて、ジンっつっていないんですよ、うん、そしたら鏡の前でめちゃくちゃ噛み合ったやる気がおまん。いや、めっちゃやる気がおまんじゃん、お前。おいっつって、うん、俺かわいいっすね。俺かわいい。やる気ねえって言ってきながら、お茶目、まあ、出るならやっぱなんかちょっと格好つけたいって言ってたから。俺ソファーで横になってるジンがいきなりいなくなって、まあしょうがねえなんとか言いながらね。そうしょうがねえなんつって。ジョー、ピース出るよ。ピースちょうだい。なんかすごいかわいいですもん、ピースって。やば、濡れてきた。ピースちょうだい、かわいい。ジンのオールバックがやんねえよ。せっかく髪やってちゃんとやってきたもん。やんねえよ。やったら受けるけどね。ジンかわいいだって。だけだけちょ、はい、スリーツーは。あ、近いっすね。あっちだろっすね。小間劇の方飛んでった。結構飛んだよ。やる気満々じゃん。まあね、やる気ある方がいいよ。そう、そう、元気に元気に行こうよ。そう、やる気ねえとか言いながらね。そうっす。周りにはやる気ねえって言ってるけど。ジョー太った？太ったね、ほんとに。ほんと？だからジョーが出ると絶対ポエム聞きたい出てくるよ。一緒にいるからわかんないな。そうなんですよね。なんか、ニコラも進化してますね。いろいろ変わったでしょ。スタジオも広いっすね。え？変わってねえよ、それは。多分ね。奥行きすごくない？じゃあ一曲歌おうか。とか言ってね、うん。ただ歌いたいだけだろ。いや、出てないっす。まあ、なんかこのメンバー出たらカラオケってイメージ。確かに。知ってる人は、あれのかな？知ってる人は知ってる。知ってる人はなんか見てなさそうっすね。そうと思った。ありがとうございます。はい、バンバンっす。あれ、広いね。スタジオの神化を感じたい。進化っすか？進化？あ、進化って言ったんや。進化ね。進化を感じたい。東京ドーム1個分、2個分ぐらいあるのかな、広さ。感じたいってどういうこと？ 1.5 だね。1.5 か。確かにやる気ないよりある方がいいよね。大きくなったかな。そうそうそう、うん、ピースしたやん、俺。緑のうちだからグリーンピースみたいなもんね。タイガー、タイガー、飲みタイガー、タイガー、タイガー、飲みタイ。つかさ、久しぶりだけどさ、元気出して、ジョーも。今日元気ですよ。はい、はい。あ、もう、なんか喋った。ほら、もう歌しかできないぞ、お前。いやいや、俺がトークが降りたんですけど、カラオケ。だからなんでカラオケ会になってんの、ここ。都市伝説ね、任して。都市伝説、わかんない、都市伝説。一個ずつ、まあみんな地元それぞれ違うからね。あるんじゃない、都市伝説。うん、都市伝説ある。東北から関東からね。地元わかんないんだけど。東海から。え、なんかあるじゃん、ほら、トークが降りるの。これ、あの順番が、まあ、3番目っていつも決まってるんで。確か出ないんだよ。そうそうそう。まずそれが都市伝説か。そうそう、だからあいつも3番目だと面白い。3番目しか喋らないっていうのは。それも都市伝説だ。そうだよ。ね。それ一番だね。わかんないけど、都市伝説。ラーメン二郎の都市伝説。あったよね。あんまりなかった。ありました、ジロリアン。なんか高校野球いいよね。ね、俺見てるめっちゃ。高校野球の話なんですか。流れ散っ った。え、今どこかで流れ散った。今、高崎や群馬と、うん、熊です、熊。あ、これ熊。清涼だっけな。熊ちゃん、熊ちゃん。このブランドのマスコットだよ。かわいいっすね、これ。埼玉は？埼玉も負けましたね。あ、裏角じゃないの？カスカです。綺麗メガネ外して綺麗なお顔見せて。あれすぎだろ。いくら欲しいんだよ。これなんか俺が書きそうだよね。え？ジンク、ジンク言うけどジンクかな、これ。俺が片手に携帯持ってるからね。ジンクかな。いや、持ってない。余計なこと盛り上がんねえし、持ってねえし。ジョピース。ジョピース。ジョピース。はい。はい。ピース。な、今日のピース。ピース。今日ピースめっちゃ多いピース。かわいい。ピースめっちゃ多いっす。ミエで負けたかな。ミエそうなんだ。今日負けた。俺はサエビはサエビ。サエビっすか？愛媛のサエビ高校だった。サエビ？え、な、いないっけ？俺さ、野球わかんないっすよ。サエビ高校だからいつも強くなかった。サエビ。あ、サエビ。サエガ、サエガじゃないっすか。サエビ。サエビ。サエビ。住む。サエビ負けたっすかね。負けたのかな。照明枕。ま、照明枕。照明もクラクラ。セクスあるある。照明もクラクしたの。サエビ負けたんだ。あ、負けたよね、多分。あ、そうなの。
今すぐタイガーに抱きつけたい。おいで。ホスポじゃん。近いよ。かわいい。セックスあるある。何セックスあるある。ジョピース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 大好き。君のことがいや、あ、なんだっけ、ピース大好きでした。ピースでしょ。あ、ね、これ年金二十歳まで払ってました。海行ったからね。海ね。年金二十歳まで払ったら二十歳から払うんだろうね。18からっすよ。前回イケメン、お前だから払ってっけど。でも払ってない人多いんじゃないの実際年金。多いっすね、絶対半分ぐらい。怖い探検。初めて買った CD とか。怖い探検。初めて買った CD。怖い探検。初めて買った CD。何だっけ。なんだろうな、キンキキッズかな。俺グレーのハワイバス。俺 ELT かもしれない。あ、違う、シングルベッドだ。あの青いパッケージのね。え、みでしょ、8センチぐらいでしょ。かわいい。え、なにこれ。なんで。かわいい、お化け天井。アスキューアップ。すげー、ちょっとずれてるよ、でも。でもかわいいっすね。アナ雪。ありがとう、ママも初めて感じた裁判人。初めて感じた裁判。シングルベッドもいい曲だよ。ねえ、シングルベッドね。みんなの初めての裁判はどうでしょう。どういうこと。愛想悪かったね。俺も思ったね。確かに。な。なんかこの人何みたいな。え、そこの3人の同期組からしたら感じ悪い。いや、感じ悪かった。ってか、ぶっちゃけでも入った時みんな感じ悪かったよね。え、なんか席つくからこの人とついてって言われて、裁判さんで。サイバーさん、ね、あ、フォローしてくれてんのかな、フォローしてくれんのかなと思ったら、まあ喋んなくて、一言も喋んない。あ、俺、りょうさんの印象ありますわ。なんか、本入した時に、2日目ぐらいにお客さん来て、りょうさんがヘルプするからね。で、りょうさんが、その間俺ヘルプ回されて、りょうさんと一対一で、女の子しびれて帰っちゃった。マジで話さないから。怖かったな。なんか全然面白くないか。面白くないって言われてますよ、りょうさん。見てるよ、今。今は面白い。りょうちゃん集めてる漫画本は、俺ワンピースとかのジャンプ系。俺27っす。でもレッツさん優しいからワンピースね、全巻くれたの。27です。そう、どうしです。寮から持って帰るのめんどくさかったから全巻くれた。全巻くれた。もうおっさんです。好きなミニ四駆は俺サイクロンマグナム。はいえ。あ、俺レースレースティンガー。レースティンガー。俺ファイヤーオブスティンガー。死ね。死ね。あ、ブロッケンジー。ブロッケンジーとかあったね。モーター前についてるやつ。ジョーと俺ダメだよ、こう見えて。好きだった。好きだった昔のテレビ。俺トゥナイト。なんだろうな。トゥナイト分かる。トゥナイト。俺バラ、あ、俺懐かしい。懐かしい。忘れっすね。じゃあ忘れだね。もうすぐ。マネのドラスかな。おめでたいな。マネのドラスか知らないでしょ。マネドラ懐かしくね。夜中のやつだな。あのさ、美空ひばりのさ息子ですよね。そうそうそう。加藤。加藤なんだっけ。加藤出てました。なんか出てたよね。ラーメンのなんか。加藤。ございます。なんかね。ラーメンのドラなんだよ。すいません。ラーメンのドラ。すいません。何年関連。涼さん俺の一個下だよ。俺とジョーの一個下。みんな年近いっすね。うん、ワンピース貸して、それはあのこっちにいて。あげる、貸してあげる、あげないよ、貸してあげる、うん、楽しいぞ。マネウトラ、懐かしいな、マネウトラ。レイタ飲んでなくないウォウォウ。レイタ飲んでなくないウォウォウ。レイちゃん、はい、飲んでなくないウォウォウ。ソフトオンデマンドって。ソフトオンデマンド会社ね。 AV の会社だっけ、ソフトオンデマンドって。え、SOD っすね。 SODドラゴンボールファン、ワンピースは。あー、これ世代分かれるよ。これハンターハンターっすね。タイガーはね、3択目出すんだ、2択なのに。お母さんに感謝して。俺ドラゴンボールかな。でも今ワンピースのゲームやってるからな。タイガーなんでそんなかっこいいの。あ、いなくなった。あいつは。じゃあ昔から知ってる俺がちょっと語りましょうか。あ、そうだね。そうだね、好きな人に感謝。なんだそれ。ドリームシャワーっつってね。時間が…なんかあった。時間が止まるやつ。会社名なんかあったかな。かって言いたい、言いたいけどなんか。てか、なんか AV って難しいんですか。俺なんか桃太郎映像とか出してどっか行っちゃったね。あ、え、あ、なんか、なんか、あの、ナンパものの桃太郎映像って。ムーディーズ。あー、時間が止まれ、いいよね。なんだそれ。なんか現実ありえないからね。あの、AV の、あの企画もんで。はい。あー、確かに、あったマクドナルドみたいな。ストップウォッチ、なんか止めるやつでしょ。ゴミ箱に落ちてたストップウォッチをこうさ、何だっつったら止まったみたいな。近くにいた人妻が止まったみたいな。ありえない。女の子もちょっと動いてる。よく見たよ。たまにさ、あの、瞬きしてね。あいつらカメラ回ってるから。何見てんだよ俺ら。中二病なんかジンギスカンとか。プライメージンシー。あ、一番でかいとこだよ今。使う一つのキャラはチョロビー。これブランカっすね、ブランカ。俺その場その場で違うな。チュンリーとか。かわいいですね。チュンリーかわいいよね。あの映画のチュンリーかわいかったですね。やってみたい有名人は。やってみたい芸能人とか有名人のこと。ビリビリできるよ。ブランカ使ったからね。
どれもあれって潰れる、連打するだけなんですよ、連打するだけ潰れるんでしょ。あ、そう潰れます、そう潰れます、今月で潰れます。おお、俺らカラオケやんねえと思ったら AV についてしか語ってねえじゃん。でも売りかけはちゃんと払おうね。そこはね、今日500万円を下ろしてきて、 ありがとう、持ってきて使って、そう、使ってから行って、お帰り。パールは、パール来月の4日までにしますから。そうするか、売りかけの日まで5日だ、5日だ、5日、あ、5日、それこそ担当の銀行口座チュンリー使いやすいよね、使いやすくはね。まあ、スピニングバードキックがね、今度持ってくわ、ね、使いやすいキャラじゃねえと思うぞ、うん、あいつチュンリーはね、あの相手の後ろ側向かって膝蹴りみたいなやつはね、使えるけど、すごい。やっぱダルシムっしょ。ダルシムもね、あのね、リーチが長いからいいけど、レータが近寄られたらきついんだろ。悪口言ってて、言ってねえだろ、弱いやつ。どこで言ってた、ね、俺誰ですか、知らねえけど、誰こいつ、誰誰こいつ、アサミユマ、ユマ誰、ユマ、ユマ、アサミユマって言うの、漢字が違いますね、AV 女優。ああ、そうなんだ。あれ口言ってたら、いつ言ったんだよ。俺言ってねえよ。人生でそんなタイミングあります？むしろ浅井にユマのことよくわかんねえけどね。最近なんか乳がんか子宮がんとかなんかで、今最近退院してまた復帰しました、ね。あ、そうなの、お前詳しいね。頑張ってんだね、みんなね。なんか一人すごい、ソニックブーム。すごい下ネタを、下ネタばっかやん。言ってくる人がいる。天球はね、月曜日。もうタイが出た時、大体久々にマッスルのやつ。マッスル、マッスルだよ、もう。マッスル、マッスル、マッスル、マッスル。してねえ、バッバドゥ。してねえ、アホ。マッスル、マッスル。こっち。マッスル、マッスル。はい、はい。キュービー、キューバードゥ。こっち。4人なら一応オタク誰？オタクっていろんなジャンルがあるじゃないですか。確かに。何オタク？そう言えよ。言えよ。エロ話するだってコメントが吹っ飛んでるよ、バーガー。飲んだよ、今。じゃあすんなよ、そっちでよ。すいません。アニメオタク。アニメは一番詳しいのはジンくんかレッツさんかな。いや、レータさんっすよ。いや、ジンくんですよ。どっちもいいかな。まあ、何でもいいっすよね。別にレータモテねえし、アニメ好きだからバカ野郎。そんな何でもいいよ、バカ野郎。でもオタクだからって言って別に誇らしいものでもないしね。確かに。自慢できないですよね。月曜日か、飲みに行く。なんだ、月曜日に。なんで月曜日に来んの。月曜日まだ誰も誘ってねえぞ、月曜日。月曜日休みだよ、休み。誰も月曜誘ってねえぞ、まだ。天外、天外。なんで飲みに来るんだよ、月曜日に。天外で飲みに行こう。幕末ロック。タイガーマッスル、タイカマ、タイガー、タイカマみたいになるじゃん。タイカママッスル、ちょっとうまそうじゃん。タイカマ大好きだったらタイカマ、リスナーよくわかんないですね。リスナーみんな頭ぶっ飛んでんだ、漢字間違えないよ。そういうこと言うの、頭ぶっ飛んでるぞ。思っても言うんじゃないですよ、こっち頭ぶっ飛んでるぞ。あの緑色の文字さ、ミヤタ、何言いたいの。幕末ロック、ミヤタマスバケットだ。タイガーナンバーワンスのいくらぐらいか、1000万。いや、早い言うと。ライバル強すぎるわ。1000万。ライバル強すぎるわ。いや、ほら、多めに言っといた方が。いざという時に。気持ちでやれるよ、気持ちで。今日は、あ、しない。今日お店がちょっと冷房16度、あ、20度なんで、あ、ここも汗引けましたわ。レタ、パルの箱に出るようになるんです。どういう噂ですか、呼んでねえから。緑色。拾っちゃったよ、まず。重い。曜日を英語、全部英語で言ってみて。はい、順番に。緑色の重いってなんだ。マンデー。チューズで。サースで。ウェンズで。二人合わせて。マンデー。四人合わせて。アホがいた。グリーンデー、ご飯ですよ。いいよ、ご飯ですよ、許せなよ。あれ、うめんだよな、ショッペイが。チューズデイ、ベンズデイ、サーズデイ。ご飯ですよ、りょうさんという時にやる。タイガーのエースになりたいな。いいよ、ハンダになれる、すぐなれる。いいよ、すぐなれる。ご飯でなれる。すぐなれる、安っ。安っ。ごまん。俺らどんだけ売り上げないっすか。どんだけ。全員初回っすか。初回で。全員初回で1000円。初回1000円を。月最低料金2回くれば、エースになれるわ。はい、ジンリー手振って、なんかかっこいい、妊娠した、てれ、てれや、ジンくんが、ジンくんが妊娠した、双子生まれた、双子生まれた、あるって、そうだよ、とか言う。まあでも、いい勝負、結構いい勝負じゃない、まあ下から20ぐらいですか、うん、下から20ぐらい、結構リアルに、しょうもないから、人はいい人多いんだけどね、ね、結構ね、好きな人は好きって言うんだけどね、てっしんくん、しんくんね、しんくん、せめてしんくんに勝ち、目覚めることして、それはタイが得意なやつ、昔から食べるぞ、3年前から、あの夏から、何しようかな、あの夏から、お前らのパーリー入ったあの夏から得意なの、タイガー、タイガーまずメガネ取って、はい、俺とタイガーも3年なら入ってね、俺もだよ、超早い、タイガーさんの笑顔に癒される、え、お前ら3年ってことは 俺4年だけで1年しか違わないんじゃない、じゃあ、え、マジっすか、俺4年半だ、4年前の3月だから、僕たち同期だね、まあそうですね、昔から言ってた、まあ、今日からタメ語できません、ね、今日からタメ語で、ね、そうしますか、まあそうだね、タメ語でいいかも、そうしますか、関係ないっすよ、タメ語でいいよ、結局レイちゃん飲んでないじゃん、レイちゃん、あ、うるせえよお前、はい、俺も飲んでねえから入れてね、レイちゃん、レイちゃん足りないのかな
俺全員タメ語って普通じゃん。俺だけ俺だけ何の得もなく普通じゃんそれ。みんなマメオだよ。レイタンにしてほしい。何を？ご飯ですよ。メガネ。そう。結構ね、りょうちゃんと言うてるからね、ご飯ですよって言ったらいいやん。ケントデリカットって言われてる。ケントデリカット誰やねん。誰やねん。UFO 見たことある？初めましてだわ。髪の毛やる。UFO ってさ、見なくない？まず。確かに。なんでそうなるんだよ。よくわかんないよ、それ。ほら、言わないです。そう。さあ、ということでね。拾いたいけど拾えねえよ。さあ、ということで。依存。ゴロウェイの皆さん見てる。あ、飲んでんの？いいね、いいね。乾杯しよう。飲んでんだ。乾杯しよう。イェイ。イェイ。イェイイェイ。飲まねえんか。ね、これうまいな。ホロ酔い飲みながらってね、なんでホロ酔い家にあったな。そのために買ってたのかな、ニコ生用に。でさ、思ったんだけどさ、はい、コメントっていつも1000超えるっけ。いつも平均どんぐらいでしたっけ、コメント3000ぐらいかな。そんな言ってないのかな。ニッパチぐらいじゃない。コメント3000ってまあまあ有名な番組になっちゃいます。ニッパチはニッパチ1000ぐらいですか。今日2000いってもいいですか。迷惑じゃないですか。あ、大丈夫ですか。じゃあお願いします。それではスタート。でもさ、まあ、20分ぐらいでさ、まあ、500じゃん。スタート。すぐ止まってる、いいよ。タイガのペットになりたい。あ、俺が、あ、俺の、俺が飼い主ね。はいはい。理解しました。すごい、何が理解しました。飲め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 。何が1599なんだ。来場者か。来場者1599ですか。タイガ、虎の穴で。ちょっと、何だろう。はい。あ、本当ですか。何ふざけんね、誰だ、下手くそ。下手くそ。一回も行ったことないし、ニコ生用にコンビニ。プロマンだった、あの、あ、なるほどね。あの、有名な。ニコ生始まるから、あの、そんなことコンビニ行って買ってきたのね、ホロ酔いね。ホロ酔いね、サイバー好きだよ、サイバー。これも俺よく書きそうだよね。んこれも俺が書きそうだよね。何、何、何を。何、いや、タイが首をつけて。いや、500人いいよ。お店に来たらしてあげるよ。俺が書きそうだもん。ミキ可愛い。ミキなんかいた。初顔家。あ、やミキしてる。本当だ。ミキしてる。なんだと思った。ジョッキー。ね、ホワイトおいで。ジョッキー。今年の目標は、まあもう上半期終わって下半期。ポイジョのアップ。ポイジョアップ。です。ジョッキー。あ、マジです。ジョッキー。ナンバー上位以外で、上位以外出ないの。まあな。みんなナンバー上位だから。まあな。ワイン飲みたいね。ワイン飲みたい。赤飲みたいね。赤飲みたいですね。赤。ね。お前スカウトマンだ。どうもいらっしゃいませっつって。スカウト入れない、こんにちは。じゃあ行こうかっつって。ポイジョお願いって。どんだけアップ欲しいんすよ。ジンのアップ、求む。よし、ジンのアップいきましょう。求む。ジンのアップお願いします。ジンのアップ、求む。いいっすよ、いいっすよ。こっちじゃないなぁ。こっちじゃないなぁ。あ、ジンこっちっす。ジンこっちっす。なんで泣きそうなっちゃうんだろう。一緒にね、セグキャバ顔ってなんだ。一番左だ。一番左はお前だよ。俺っすね。お前か。セグキャバ。一番皮むきですよ、皮。うわ、すげえ、かっこいい。見える見える。あ、分かりづらいかな。色気全開じゃん。分かんないよ。ただ見えてないだろ。セクシー野間さん。セクシー。まあな。緑のバ緑色バックグラウンド。バルダバルダかな、やっぱり。うちを置いてどこだお前。家どこだお前。食べてすぐ着くから。赤飲みたいわ。でも赤うちを置いて赤好きなの。赤大好き。1000円以下なら行ってもいいよ。一番大好き。1000円以下1万メーターぐらいだったら行ってあげんじゃない？行かないよ。4人で行くわ。4人で来たっつって。行かないね。タクシーで来た。はい、タクシーで。タクシーで来た。領収書もらってきた。ジンちゃん汚いよ。何が？私やんの。ジンが一番。ジンが飲んでないね、一番。ちょっとね、今ちょっと、うん、なんか久々にさ、このメンバーでさ、元気なくね。ジンとジョー。いや、本当に最近もう仕事で全ての負担がかかってる。そうなの。そうなの。そうなんすよ。じゃあお店がもう込みすぎて、じゃあ一回今全部食べ物なしに、敬語なしにする。じゃあ硬いから、そうしましょう。一回がブレーコ、あのブレーコのやつ。そうしよう、そうしよう。でもジョー飲んでなくない？全然。え、宮田似合うね、耳が。ジョータン、ジョータン、あそこはもうジョータン。わざと言わなくてよくね。そなんか別に今さらなって気にしなくなってくるわ。確かに。セバナセバナセバナやめろよ。どんだけバイバイしたいの？セバナセバナどんだけさよならしたいの？あ、そうか。最近5万でもね、全然大事にするよ。いいよ、ゲットしてあげる。5万で500円でも大事にする。5万、うん、感謝の気持ち。500円はちょっとあれだけど、嬉しいもんね。5万でもやっぱ来てくれるところが嬉しいですよ。綺麗事言ってみればそうだけど、初回でも嬉しいんだから、もうなんなら言ったら。今日ちょっとバースデーに予告予告まあそれもあるから告知な、告知予告って。5万もね、まあまあなんか置きますよみたいな。そう、金銭額がずれちゃいかんよね。確かに5万も高い。はい、それはそうだよ。
どんだけ稼ぐの大変かってね。本当そうだね。5万稼ぐのにね、足の裏見したけど今。いや本当。ちょうど1週間後だよね、ジョーのリアルバースデーというか。即尺が即尺がってなったそれ。ちょっと拾わなきゃよかったわ。読んじゃったわ。いやなんかね、結構文字大きくなったから 見やすくなったからさ。もっと許したわ。即尺顔ってどんな顔え、ってことはフルの範囲内で速攻で舐めさせる系とかそういうことだね。ドイツってことだよ、要するにドイツっぽいってことだって。めっちゃウケるじゃん。強引ってことだね。耳つけた即尺顔めっちゃウケるじゃん。やつやの日、あ、確かにやつやの日だ。ジョーは、ジョーはやつや。俺やつです。ね、600万欲しい、600万欲しい、かわして遊ぼう。600万自分欲しい。遊ぼう。遊ぶの？金持ちなら、うん、遊ぶ、全然遊ぶ。バスデー、バスデー、バババババスデー、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 バババババスデー、バスデー、バスデー、バババババスデー、バスデー、バスデー。待ってる待ってる。え、カラスの夜が変わってる。まだ8月17日の農業祭り、あれイベントだったの？イベントか、一応イベントって感じだったんですけどね。これさ、今ちゃんと見たらこれ ID めっちゃ、ね、連打してるだけじゃん。これあの緑の子は、データです、データです。緑の子はあれっすか、一人だけっすか。緑の子ね、どれだ。好き603、好き。ウィー、多分緑全部一緒だよ、多分。おクリアクリア R のイベント、いや終わってるイベントだしね、それ。俺らもちょっとイベントの自覚なかったよ。イエス、そうです、そうです、お願いします。速尺は28ですね。ね、やつやね。ニンニク卵です。緑ですね。これからジョー出るたびにこれ書かれるのかな。速尺、速尺でなんかちょグラスを逆さまにして飲んでよ。そんなできんの？見てみたい。そんなできんの？ほんならまさかできないでしょ。人間ですもん。人間だからやっぱり重力もあるし。逆さ、イケメン飲んでなくない。逆さはイケメン飲んでなくない。これをちょっと逆さまにしてみるか。久々だな。誰か水玉で言う、水玉イケメン。うおー、すごい、かわいい、かわいい、やべ、かわいい、かわいい、かわいい道具いっぱいあんな、かわいい。さすが、イケメン違うわ。緑だな。お疲れ様でした。あいつら何で遊んでん、あいつらは。いちご正解。正解はいちご正解。はい、残念です。はいね、はい、たわしです。はい、たわしです。おー、普通にすごい、何が。あ、タイガーね。ありがとう。カラオケするじゃん、久々に。カラオケするんだよね。え、ちょ、カラオケ、まあ、一曲だけでいいんだよね。うん。あ、ちょっと、あの、求めてるか求めてないか分かんないけど、とりあえず、じゃあ、あの、一回さ、CM 入る、一回 CM 入るまで、普通に話そう。そうですね。で、CM だけ歌って。みんな結構好きだからな。この手のに、はっ！いや、それ、多分流しくないから。あ、そうそう。この手のに、じゃん。タイガーいつもキレがない。じゃん。あ、分かる？甘いなんか客層いいっすよね。キレあるんだけど。客層良くないですか。そういうな。みんなが知らないから。そういうな。なんかいい子。ちょっと抑えてる。いい子ばっかっすね。カラオケじゃ喋ろっか。ね、おしゃべりにしましょう。トーキングで決めましょう。さあ喋りましょう。じゃあなんかお題出すか。トーキング。トーキングのお題。客層多いよな。じゃあ俺今から統計取るから。カラオケしてほしいか、してほしくないか。ああ、そうしましょう。俺が一番もう正解ですね。俺今、あ、アンケートする。アンケート、久々に聞いたアンケートとか。アンケートする、そういう今ちょっとアンケート長い。ここでさ、もうどっちがいいかさ、もうじゃあカラオケとトーク。どっちでいきます。カラス、はい、いきます。カラオケとトーク2つ、200円、200円。うん、結構好きで。カラオケ、危ない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 。カラオケだったら危ないんだから。あ、そうそうそう、ワンフレーズカラオケにしよう。じゃあ、うん、ワンフレーズ、ちょっと貸して。同化してるからね、もう。あっかー、中学生でもやんないもん。中学生でもやんないもん。じゃあカラオケかトークか速尺か。速尺、速尺。いやいやいや、ジン君速尺。なんで俺なんですか。ジンがするんでしょ。ジンとジョーがするでしょ。ジョーさんがしてもらう。ジョーがしてもらう。時間的にはいいっすね。時間的にはすけっすよね。トークがいいのが多いね。じゃあジン君大丈夫、速尺。これとツナイト、これとツナイトだ、お前。速尺トークがいい。ちょっときついっすわ。速尺トークはしねえよ、お前。どういうトークだよ、それ。速攻あるわ、速尺トーク。速尺大好きやん、みんな。速八、速八。速八、速八。噛んじゃった、噛んじゃった、わーい、わい。噛んじゃった、噛んじゃった。タイガーと出るとね、絶対飲ませない。そうなんです、飲ませます。レイさんね、普段飲んでないから、飲ませます。ほら、速尺入れちゃったよ、あの。速尺も入れちゃったじゃん、もうね、悪ノリだもん。速尺どれがいいっつって。これ速尺一番多かったらどうすんだよ、これ逆に言うと。マジでちょっと JJ でやってもらいますよ。
尋常でやってもらおうもん。尋常でやってもらいますわ。まあないと思うけど、まあもし結果だったらやるよ。まあそこは男ですもん、まあ、だから俺今見てる子がみんな真面目な子であること祈ってる。確かにそうっすね。ジン君でも上手らしいから。だって不真面目なさ、まあ代表みたいなさ、不真面目なやつだったら絶対即尺やるでしょ。そうっすね。それよくないじゃん。アイスください。でみんな多分即尺って何っていう多分レベルじゃないですか。あ、もうタイミング CM の釜持ってるし。まあ、すんざ。はい、はい、速尺だ。いや、書いてますもん、だってもう速尺46万や。あ、じゃあカラオケ人気あるんだ、意外に。トークなんですか。いや、クソうざいって思うでしょ。だから速尺はやめよう、じゃあ。トークなんですか。トークが 15% ですか。トークが 15% のカラオケが38%。はい、速尺はなかったことにして。カラオケの方が多いんだね。トークめっちゃ出てたのに。じゃあトークだな。いや、あの、トークカラオケ38%。トークが少ねえってことだね、これ。要するにカラオケ 38% なんでしょ。じゃあカラオケ1曲だけ歌ってあとトークでいいんじゃない。俺もそれ思ったけどね、無難にね、カラオケしながら即尺でいいんじゃない。うん、お前拾うなよ、お前拾うなよ、お前もう即尺して喋ればいいじゃん。だからじゃあ今からカラオケの曲何がいい。ほらバンバン書いて。いやいやいや、ジン君がその中で選ぶから。あ、俺曲結構曲入れるの早いから。だからあの残りうるせえよお前、もうこれこの724何なのよ、ほら、曲名書けよ。残りは即尺。まあ長い。書けよ、書けよ。即尺30分。夏音書けよ、だから。曲名じゃないし。曲名即じゃねえ。はい、しろ、ほら。はい、しろ、ほら。泣きそうだって。なんで？タイガちゃん、飲むよ。泣かないでよ。ABC になってます。ABC です。恋の ABC。いつも飲ませっかんな、ほんと。恋の。なんだっけ、あ、わかりました。じゃあ、次リスナーが言った数字の、あの、こっちの履歴で上からその数字の曲入れるんで、はい、数字書いて、はい、数字打って、はい、それ10以上11だったよ。11プレーポーン。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。アンジェラーキー、定価に。はい、はい、はい、ゲー調べやりー。はい、ゲー。いや、もう行くって決めたからね。まあ、そう決めちゃったよ。遅いよ、みんな。そうさ、背景はやだ。タイミングで CM って言ってたよ。入れちゃったけど。じゃ、CM で。CM で。え、絶対無理じゃん。本当に入れちゃう。CM。絶対。ばあちゃんの口癖。熊の微動に蜂蜜龍馬。ゆうすけなるきに青い水木。夏木に香るにもろはの剣。ああ、熊ちゃんの言う通り。ああ、なおぴーにゃかなわない。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター良かったね。いやもう本当に胸にね、タイガのしゃくりすごかったよ。聞いた、えグイングイが本当に今泣きったとこ泣きそう。え、即しゃくりじゃなくの方じゃなくて、あ、うまいね、しゃくり。君の、なんだっけ、なんちゃら王だね。即しゃくり、信じ歩けばいいの。あんちゃん眠くなるね。あんちゃん眠くなっちゃダメだよ。確かに眠くなっちゃうな、うん、ダメだよ、そんな。いい曲がいいな、夏っぽい。いい曲ない、なんか夏っぽくて、夏っぽくていい曲で、4人とも、あ、いいねって言う。福山の虹。シャカビーチ何。あー、いいね。だからウーバーっすね。ボンジョビって夏っぽくねえだろ、絶対。脱いじゃうよ、ボンジョビは。 It's my yeah。 あいついねえじゃん、シャカビーチ。やめろよ、面接だ、お前も。その広いだけだろ、お前。絶対ソックシャクジャパンで無理ある。無理ある、無理ある。グレーの夏っぽいけど。ウィンターゲイン冬だろ、冬だろ、お前。めっちゃ冬だろ、お前。ビーナル、冬だろ。シャカビーチわかんないけど、3人歌えるんだろ、だってよ。わかんないっす、多分。じゃあずっと2人でにしよう。やっぱりジンギスカン、ジン。なんかビーラブの方がいいんだ、ビーラブ。ジンギスカーンでしょ。ラララってそっちじゃねえの。ラララじゃねえの。じゃあ適当に入れていいっすか、グレーなんで。お前グレー好きなんだけど、いや、でも入れろ入れろ、いいっすよ、分かんない。とりあえず1曲歌うことに意味があるから。だって誰も曲名あげてくんないんだもん。3代目湘南の風、水蓮か。すげえ面白いじゃん。湘南の風いいよ、湘南の風。
俺ちょっと頭にあったけど絶対危なくビーラブドゥになると思う、ね、ぶっ壊れるよ水蓮花歌ったら。みんなあ水蓮花ね、水蓮花ちょっと歌うのつれえよな。水蓮花、まあ、バラードか夏かだね。まあ盛り上がりそうな水蓮花ってあれっすね。もうなんか初の風でいいよ。初の風の曲だったら全部夏っぽいじゃん。もう、はい、もうグループがもう夏っぽいから大丈夫だよ。まあグループ名が夏だから、ね、初の風かサザンかチューブ。あチュークですか。じゅあチューブチュークですね。あチューブ、あチューブか、チューブの虹っすね。夏と言ったらチューブの虹。どれも歌ねえけどシーズンしか分かんない。ケツメシ、ケツメシ、ケツメね。ケツメシ、夏の思いであれ眠くなるんだろ。あれちょっと難しいね。キャリオンよくない。キャリオン、あキャリオンでもいいね。うん、じいさんお願いします。もう決めちゃっていくか。はい、お願いします。いいよ、頼めよ。ちょっと待っててくれな。うん、いいよ。その間トークしててくれ。はい、ちょ面白いね、入れてよそれ。この曲大事だな。尺白八尺グレイ、グレイうるせえな。尺尺誰かなんてか、グレイ入れちゃうぞ。そんなに来るぞ。君じゃない誰かなんだろ。尺尺あの日の夏ってなんだよ。ちょっとかっこいいじゃん。ブサイク、あいいね。わかんない、あの曲わかんないですね。練習しましたよね。いやいやこれだけだろ。これだけでしょ。多分俺らブサイク、ブサイク俺でしょ。猿のケツ何それ。何かぶっ壊れようだったよ。もう聞かれますわ。でも30分じゃん残り。25分早っ。あの選んでる間にタイガのアップお願いします、はい、これですか。もうえこれですか。もうなんかさっき言ってたから。あ、もういいっす。はい、でも思いつかない。あ、もう大丈夫っす。てかお前歌いたいだけで。違いますよ。みんな、みんな歌える曲大好きじゃんこの曲。この曲知らんだよ。だいたい毎日歌ってるじゃんこれ。わかんない曲来た俺。聞いてるけど何回も。でもみんなが歌える曲って難しいですよ。あー、楓氏思い出す。これ暗くならないですか。ナイトダウンお願いします。カレさんラストンこれ結構十分の8です。ナイトダウンお願いしていいですか。どんな言葉なら伝わるだろう。君を思うとき切なくてそれが報われ夢だとしても君の幸せを祈れるか。ふさわしい恋人になりたい。僕は鏡の中ため息愛する人よ叶わぬ恋よ片思いランランラストは俺が大好き誰です。好きです。好きでたまらない。イエイイエイ。ああ、ええ、ポエショーじゃないから。ポエショーってなポエショー混ざってる。キャリオン、キャリオン、俺も混ざってんじゃん。キャリオン、キャリオン、キャリオン、わかんないけど一応か。もう何でもいいもん。キャリオンじゃあ水蓮花行こう。ぶっ壊れよ。で水蓮花行こう。あ、水蓮花行こう。もういいよ。もう、え、ジョーもうしてるっしょ。水蓮花あ、大丈夫ですよ。もう大丈夫っしょ。はい、もうすげえ、今一瞬見とるよ。え、てかすごいな、これ。映ってないんでしょ。はい、ありがとうございます。どうしますこれ。一体化するかな。じゃあ、お願いします。ないわ俺から、ライトをお願いします。いこれ、クラスもうね、カラオケすることにした。うん。 Yeah, oh yeah, yeah, what's up, yo, 歌舞伎町。 Yeah, いいよいいよ。歌舞伎町、歌舞伎町。 Yeah, yeah, そろそろ、そろそろ、海には入れない。はいはい、クラゲが出てくるけど、yeah. まだ俺らの夏は終わってない。真、yeah. yeah. 夏の太陽。スウィーデンの花のように朝日に向け今日も歌う。スウィーデンの花涙、あなたは笑えていますか。上がりまくる季節が来た。やばくなれるのは誰。あれ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 、あ真夏の
熱な花火灼熱の花火めっちゃゴリゴリウェルカウェイ灼熱のジャンボリー暴れまくっていいじゃんされないでサマリン行っちゃって夏だぜ夏風夏晴れ夏バテまたこいつで決まりだ騒げ青く晴れた日を笑う太陽溢れる希望結ぶくつ肝に期待乗せて風を連れて夢の種植えるため今走り出そう消えますとエナジーストーメンわかんないひまわりさすがにわかんない手取り合って確かな思い残さなきゃそれ当たらないからさ笑顔に会いに行こうやってきたぜいい風青い空何やってもいいんじゃねそんな気分でいえ言わないからねフランクフルトも頬張りながらバナナボートでゴール沈むに引きくこけてるハイヒールのお姉ちゃんを横目に記念にハイチーズいやね疲れた、うん、もうお腹いっぱいかな意外と盛り上がるのそいつが一番頑張ってたそいつが一番頑張ってたわでもこいつねカエルうるせえできたからカエルうるせえいただきましたタイガちゃんいい声ありがとうファールだけだもんね、カラオケ通用すんの本当だね拍手だってはいドキュン曲ドキュンって何なんですかねドラゴン星とドラゴン星っていうのよまあ10年ぐらい名前変わってないからね転入で毎回言ってる老舗とかめっちゃ何になるのってもう早いわもうリクエストがもう疲れちゃうんだよあ、やっちゃったでもなんかね、これ歌ってる時ねあの、目覚めたっていうコメントがあったようーんドキュン曲やめてドキュン曲だって何がドキュン曲じゃないのでもここで真面目に歌ってもなかった DQN あれってあれじゃないですかあ、ちょっと確かに2人ともね、歌を混ぜたからね実力は結構いいよねタイが何て歌ったんですかね即あの、ヤス元ヒョのヤス元即ヤス何これ誰これなんかあれじゃないですかリンディ良かったってウェーイ畑元博畑元博泡見える暴れてるーチェクセール行け半分ね、そう、あれしちゃったじゃあ俺ネスミスやるわめっちゃ飲ませるやんじゃあ覚えとけよじゃあ俺ネスミスでジンがメンディやるわなんで最近ネットさんのエグザイルレさん、気をつけばめっちゃ最後エグザイルめっちゃ最後エグザイルだって元のメンバーやんそれ元のメンバーエグザイルだって終わりしましょうカラオケああそうしようカラオケ締めでエグザイル締めバラードいきますかえ俺じゃあネスミスやりますよじゃあネスミスやるとかよくわかんないからはいまあメジャーなみんながしてる夏っぽい曲でしょ夏っぽいエグザイル花火いきますジェイソウルああいいっすねいいっすね花火あと15分ってこと多分15分あ15分だね早っ延長するできねえよ延長できねえよタイガーアップはあ、来ました花火まあ花火大会もあったしねおタイガーほらアップ来たうそ僕見えないおっす恥ずかしい恥ずかしいよ恥ずかしいよ俺のミッキーちゃん俺のミッキーちゃん恥ずかしいはい始まった君たちで毎日会えれば開発しよう二人照らしながら広がるこぼれる日の子は切なさへと変わって私の胸熱く染めましたみんなで、サムレロディーいやあと人口出てる、OK あ、楽しなきゃいけなかったあー、これはかわいそう、どうもいけない、いけないよ誰が悪いわけじゃなくて、それは夏のせいで
ひとときも離れてはいられないほど会いたい、ただひたすら会いたい。初めてつないだ手のひらに込み上げた愛しさが逃げてしまわないように、どちらかともなく言うと
自分できる。ほら。佐野くん。あいつ何？今回真面目だった。真面目だったね。確かに珍しく。だ今まで俺ら真面目に言ったことない。確かに。ないっすね。みんななんかふざけて。ないっすね。盛り上げようとしましたね。もうこれはもう仕方でいい。1200万失格。退場。退場。アウト。いやでもなんか。いやでも良かったな。なんか。あざっす。気持ちよかったね。あざっす。ちょうど。あざっす。まああれはもう褒め言葉でいいよ。あれはもう。おぉ、リキさんとかも、ジン君今日人生で一番うまかったわ。いや、うまくねえな。リキさん誘ったんだけどね、リキさんニコ生嫌いって言ってた。あら、なんか前喋りすぎて、デブうぜって言われたのがトラウマで。めっちゃナイーブやん。リキさん、超気にしてたよ。めっちゃナイーブ。人生で一番、なんなんだよ、今日。いやいや、うおぉ、バスデー。うおぉや。バスデーじゃねえぞ、俺。28日バスデーってかね、ジョーはバスデーだから、ラストの20花火で。え、チームラスト何を歌う予定なんですか。いやでも、売り上げなかったら歌わないよ。反応しづらいよ。どうすればいいの。自分のバスと一緒ねっつって。いや楽しみだなぁ。じゃあ盛り上げようかな、とりあえず。みんなで盛り上げよう、みんな来てよ。はい、ジョーも。みんなで満卓にしようぜ、満卓に。残り多分10分ぐらい、10分ないよもう。早いなぁ。うん。早くね今日。炎上いくらすか。ほんとね、何万。ありがとう。じゃあ今日はいいですわ。今日はじゃあいいですわ。タイが本当にいい声すぎるよ。ローソンは歌がうまい。あ、ローソン。いいね、いいね、ローソン。いいね。まあな。唐揚げ店ちょうだい、唐揚げ店。最近カラオケ練習してるかな。見に来てあげて、ジョーのバスデーというか。みんなでさ、そう、来れる子来てあげてよ。そう。聞きに来て、ジョーのラストン。気持ちが嬉しい、気持ちが。バスデー行くわ、おい。イェイ。イェイ。はい、一人宅埋まった。はい、オッケー、一択かけ。よし、はい、一番テーブルね。よし、お茶なし。よし、これで大丈夫だ。あ、どうっす。一択かけて。え、こうやってね、ただ来てくんなくても行ってくれるだけ嬉しいよね。みんなでバースデー行こうってなんか嬉しいな。だから泣きそうなってきたわ。愛されてんじゃん。泣きそうなってきたわ。いや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 。バーッとさ。やっぱあれだね、花火だったらみんないい感じだったね。結構人生簡単っすね。でみんな優しくなった。あんな歌ったらね、こんなここの話じゃん。ホストなりなよ。まだホストなりたいって、お前、ホストだったの？男だったの、お前は。今日なんかあった。そんなことないよ。今日なんかでもすごいみんなに疲れてみるって言われますよ。俺の名前は店行ったら聞ける。まあ店、まあね、わかんない。本当に行こう5枚。LINE 返事返します。ゲーム、アプリじゃねえんだよ。アプリじゃねえんだよ。LINE してあげて。みんなで行こう。そう、あれじゃねえの。本当に行こうって言ったら、じゃあ、なんだっけ。最近ファンはみんなツイッターで、ツイキャス？あ、ツイキャス。ツイキャス確かそんな感じだよ。男です。男だったんすか？いや、男だったんすか？今年花火見た？俺見てないよ、俺。花火な。今、カラオケで今歌ってる時に見たくらいだよ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー。じゃあ CM 行きますか。とりあえず最後に CM で。 CM どうぞ。ハッピーバースデー、 CM です。ここ His car Ken Kurosaki. It's difficult to describe him in words. He's like urban person, like travelers. The driver is once reassuring, yet we can earn lifetimes or some money in only one.自分を変えたいすべての人へ。さあ、フェイトへおいでよ。かっこいい。じゃあ最後に解けて。歌うしかできないから。あと2、3分でしかあったの。ラスト？いや逆にさっきあんだけ結構周りにさいいとか言われてたのにね、悲しい。他のやつ歌ったら崩れるじゃん。もう花火で、まあ、花火でもできちゃったから、ね、まあまあね、完璧だったから、ね、まあいいとかが終わるのがラスト終わったからほら帰るまでちょっと時間あるじゃん。今その時間あら、ジョーファイト、ありがとう。ファイトイベントね。ファイト。タイガーとバイバイしたくない。だから住所送れば後で言ってあげるよ。ワンメーターだ。店に送れば1000円以下だ。赤ワインを飲もう。赤ワインを飲もう。店行くな。その子もうまだいない。赤ワインを飲もう。その子まだいるの。赤ワインのコルク開けよう、一緒に。赤ワインを飲もう。赤ワインね。赤ワイン飲みたい。ダメだな、俺。ワインの美味しさってわかる？坂月さーんって。ワインは、呼んでます。坂月さーん。ワインまずくはないですけど、めっちゃうまいってまだ感じないです。まだわかんない。何がうまいとかわかんなくない？俺今まあ21なの。しようよじゃあ。もう応募しようじゃあ。うん。あ、しようしようしよう。
違うよ。焼きそう。しましょう。30分後パセラ、30分後パセラ。あ、パセラの何号室？はい、どこする？605で。605入って。ジン君がいろいろ漢字とかやってくれるから。うん、上手だからジン君。ジン君全部払ってくれるって。それはレーターさん。ナンバーワンか、それは。みんなでレーターさんにたかろう。お金持ってるから。なんでだよ。え、あ、じゃあ、来てくれたらいいよ、カロッチョ。おい。おい。じゃあ、バースデーでオーディションも飲もう。お、いいね。一番嬉しい。一番嬉しいわ。何が好きなの？レーザークリスタルですね。そう昔からそう、生まれた時からそうだね。いつもそう。クリスタルか麦茶しか飲めない。やっつけじゃないよ、真面目だよ。何やっつけとか、失礼な。もう、パンチって何？あ、そっか、緑男オスのパンチってどういうことだよ。オリシャン飲もうだって。ジョー、はい、もうバースデーが違くてオリシャン飲もうって言われたらジョーだよ。頼むもん、すげえわ。お願いします。確かにお世話でオリシャン。いや、それは別、それは別個。お願いします。いいね、でもね、こうやってバースデー前に来てくれるって言ってくれたら嬉しいな、これは。嬉しいな。嬉しい、絶対嬉しいわ。バースデー前出たわ。どうして一回出たよ。まあ、そのおかげも大成功でしたよ。確かに。まあ、これがあったからね。もう、ああ、麦茶、麦茶言うな。いい番組だ。麦茶言うな。嬉しい、ありがとう。麦茶言うなって。シャンパン、いい番組だね。ありがとう。タッス。タッス。タッス。バスでオリシャン。バスでやっぱオリシャンね、バスでったら。お願いします。タッス。タッス。タッスなんだよ、お前。お願いします。どこでなんかヤンキーの世界だ。タッス。パリ見せたね。途中部。途中部。従業員もいいし、お客さんもいい子ばっかり。途中部。途中部。お願いします。途中部。お願いします。途中部って何？途中部。お願いします。途中部。途中部。途中部。大豆。大が好き好き好き。あっ。1分前っす。1分前だけど、麦茶タワーね。早いなぁ。これ取るよ。取るよ、これは。30万ぐらいっす、麦茶タワー。え、100は取るよ。やりません。100は取るよ、もう。じゃあやりませんっすね。1個1杯取る。うちの金かかるんだから。確かに。シャンパン祭りね、楽しいよね。してみたいよ、久々に。俺はみんなしたくない？シャンパン祭りとか。まあ、普通です。山崎いきなりここに来て、春のシャンパン祭りしたやつね。あー、パールの。もう終わりだね。もう2分、いや1分だ、1分ねって、30秒くらいだよ。ほんとに早い。はい、はい、来ました。はい、30秒です。はい、来ました。早いなぁ、ほんと。まあ、じゃあ最後、あっという間。まあ、バスであるからね。まあ、イベントから後で話そう、何倒するかは。ジョーから一言。28日、来てください。岩に来て、まあ、はい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 、これ早い、チェス、早い、終わらす気満々。みんな合わせよ。じゃあジュース飲もう。ジュース飲もう、一緒にジュース飲もう。何ジュースがいい？最近俺なぜかね、あ、じゃあフローズンハマってるから、フローズンドリンク飲ませるよっていうのどうでもいいや。早いね、また来月。また来週か。来週ね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。でもなく溜まり込んだこと見つかる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面を睨む。楽だに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情な頃溺れて。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイツ2。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。